皆さんこんにちは、唐揚げ春日の大冒険です。じゃあ俺ら紹介させてくれへん。あスマボです。あれイエーイって感じじゃないの普通は。あのごめんなさい、まあいいけどいきなりちょっと少々変わったんですけど。あまあいつもいいけど、ね、もういつもいきなり始まるんですよ。一言来い。ちょっと今から来てくれるかっていう電話がかかってきて、いきなりこんなん置いたんですよ。これ何スケッチブック、あれか。いい天気やし、そこにスケッチしに行くか。風景がマーカーで、いや、マーカー無理やな。マーカー無理やな。これは鉛筆がええな。でもこれ人数分あるよ、これ、まあ、こういうことでしょ。これ何いつんやん。聞けよ。いてはった。あ、いてはった。なっちゃん、聞けよ。てのこさん、これは何ですか、今日は。あめっちゃ思ってねやん。なんやろうなっていう話をこう。今日は、はい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 、だって言ってよ。はい、うん、今日はみんなで、うん、ちょっとゲームをしようかな。ぷよぷよ、これマージャン、マージャンがいい。負けた時ほんまにマジで。ちょっと今日はゲームをしたいと思います。はい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 。私がお題を出すので、はい、その絵を描いてもらいます。おお。で、一番ポイントが低かった人が罰ゲーム。何回かやる。何回かやる。で、どうポイントもらえる。めちゃくちゃ私の、まあ、採点になるけど、まあ、めちゃくちゃ上手かったら3点とか。あ、3点、うん、まあ、3、2、1の順番。3、2、1。ああ、ほんとそれ何満点は、満点というか、その一番ポイントが高かった人が合計点。なるほど、合計点が高い方が、まあ、お題は全部で3つぐらいです。3つ、うん、ほらもう2個で高っちゃう。そうやな。ああ、誰が一番絵心があるかやっていきたいと思うので。はい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 。人のは見ないようにしてください。あ、もう分からへんようにな。分からへんな。はい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 。こう下敷き、あなただけテーブル使ったから。ああ、下敷きができたぞ。一旦お題出して、はいはいはい、みんなが書き終わりました。はい。じゃあこういうのですよっていう例を私出すので私に書いて、おお、でそれに比較してみんなの絵を見ていきたいと思います。お題出していきたいと思います。はい。一番初めはどうしようかな。優しいのがいいね。優しいのがいい。一番初めはね、まあまあ、確かに、うんうんうん、みんな分かるやつ。そうやな。みんな分かるやつだって。あ、分かった分かった。カービィ。コンパス持ってきて。よーい。え、時間制限。時間制限なしなし。あ、もうみんなできた、できた、うん、そう、よーい、スタート。どういこう。今は全然分からへん。そんな長い時間あげる。あ、簡単やし。もう R 君は書き終わりましたよ。うっせえやん。もう俺も分からんからこれでええわ。はい、これでええわ。もう、はい、もうある日ちょっと待って、もうみんな終わってんねん。俺も輪郭すら書いて。そう、そんでなんか適当に書き、こんなんやったなっていうの適当に書きなさい。パパパッとするもん。めちゃくちゃでかいの書いてないか。なんでこんな端っこ使えんの。だからカービィね、うん、星のカービィ、はい、私描いたやつね、うん、ちょっと皆さんに先見せよう。こちらでございます、カービィ。どんな
ちょっと見して、うん、ね、はい、ね、順番にね、ちょっと R 君から見ていこうかな。あー、 R 君のカービィどうぞ。はい、僕が描いたカービィはこちらです。アップにしなあかんの。ああ、特徴を捉えてるよ。ここでいけるよ。あ、せや、せやな、そっからちょっと前出してみて。そんなんやったな。あ、いけてるいけてる。ああ。じゃあ次は、魔法さん。俺。うん、行こう。いや、でもこれ、こんなやったんちゃうかな。うん。はい。あ、うん？カービィ。どんな？なんか違う生き物のような気もする。え、どれ、ちょっと見てみよう。あ、でもこんなんやった、こんなんやった。こんなんじゃあ、星吐くんじゃん。じゃあ、星は吐かんの。いや、吐く、吸い込んで、ぴゃって。で、主に自分で書いたと思ったのが、うん、世代ちゃうかわからんかもしれんけど、お化けのピュー太郎の王子を。でも全然違うな。ということで、最後。ここでええの？はい。ここでええの？はい。はい、はい、どうぞ。でかっ！でかすぎる！死んでる。俺、せこない。目だけ描いてたら輪郭は分かってて、うん、ちゃんと分かってて、丸って分かってて、うん、これに対してのこの輪郭おかしいな思って。最初にミスったと思ったの。そう、最初に目を重ね描いてもらって。これはね、ちょっとこれはね、手も足もないし。そう。やってしもてるんですよ。顔は似てるっちゃ似てるんか。いや、でもほっぺたがないから。そう。そうやろ、ほっぺた俺あんねん。そうやろ、ほっぺたあるやろ。あるあるある。3ポイントが、マボ。やった。はい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 。2ポイントが、アルコ。かな。わかるよね。いや、もうこれはずるい。上がってます。いや、それはずるいから。完全に俺もやってしまったから。だんだんレベル上がってくるよ。よっしゃ、俺3もらった。ドラえもんで出てくる。は？どこでもドア。先生。は？は？先生書いてる。先生どんなんやった？え、覚えてない？いや、ほんまほかにドラえもんがもう一生ついてもうて。みんな書いてみよう。これは違う。これやってしもてるな、俺これ。花噛んでいいですか。あ、どうぞ。じゃあいいかな。はい。多分、こんな感じで、今確認もしたけど、多分まあ、そんな変わらない。そんな先生がそんなしょっちゅう出てくる。こんな感じ。じゃあみんなに見せようかな。うん、はい。こんな感じ。これ、伸びたちゃうの？違う、これ先生。それ、鉄道総先生。なんで怒る？じゃあ、R くんから、はい、お願いします。私と会社先生は、はい、こちらです。誰？どうなった？どうなった？あ、でもまだあれやわ、まだ人って分かる。人って分かる。俺分からへん。え、じゃあ次、マーボー。あ、行くで。はい、これずるいね。うん、ずるい。もうでも大体先生そうなんや。え、どんな見てみ。ずるいな。この七三とメガネと顔の輪郭四角、うん、しかわからない。ああ、センター分けなんですよ。センターなの人。七三や思ってた。なんかそんな感じすんねん。それでは、はるひくん。はい。あ、もう。もう分かれへん。分かれへん。はい、もう1ポイント。もう分かれへん。ポイントつく？俺ゼロや思ってたもん。いやもう1ポイント。1ポイントついたんやん。1ポイントね。メガネやってるから。そうそう、こんなねえ。もう分かれへん。もう湯飲みにしか見えへんやし、ね、もう。マーボーが3ポイント。イエーイ。あるく2ポイント。よし、いくよ。怖いな。最後。あ、ちもこれ見やな、分かれへん。言うよ。ガンダム。
ちょっと待って、ちょっと待って。ガンダム。あの人物じゃない、メカやん。それではスタート。ちょっと待って、これで書けんのかい。なんかウォーズマンになりそう。わかんない、もうこれ混んでるわ、もう見たらわかんないけど、こんな細かいとこまで分かれへんで、特徴すらも出てこへんのね。これ難しいね。それ難しいよ。難しくないで、これ簡単や。見たら、あ、やっぱロボットやから線ばっかりやん。これガンダム。いけた。いけた。手の子さん、いけた。一応こう、もう。あ、見て書いてるから。うわ、せや、そんなんやった。そんなんやったわ。あ、なんかわかるやつや。わかる。うん、わかるやつや。みんなにわかってもらいたい。うん。じゃあ行こう。ああ、はい。もう雰囲気やねんな。雰囲気は完璧な。ただね、すごい悪そうな顔して見てみて。悪いわー。いや、でもわかる。ガンダムでわかる。ガンダムでわかる。胸のこれを。そう、これ。うんうんうん、まだ分かる。なんか短パン履いた感じ。短パン履いた感じやね、ガンダムって。よう見たら。あるか。はい。でも、一番広いと思う。はい、そう。いや、大丈夫や。絶対大丈夫や。もう胸張ってた。私のガンダムだよ。はい。胸張ってええよ。なんか怖い。でもな、でもまあ、頑張ってるよ。頑張ってる。どんなんすごい悪役やけど。どっちかというと、なんか、頭、マジンガー Z みたいな。ウォータマンにこんなのおったな。ウォータマン。ウォータマン。うん、あ、素晴らしい。あ、でも、行こうか。あかんで。もうあかんで、もうこれ。もうあかんねん。な、もういろんなコラボしてしもてんねん。ロボといろいろコラボしてしもてんねん。じゃあ、ボンバーマンに出てきそうなんだ。なんで、なんであのガンダムのロボットは見通し。じゃあ、点数、やっていきたいと思います。はい、もう皆さんも分かってる通り、アルフ1点、アルフ2点、マーボー3点で、よし、まあまあね、ということで今回は、はい、たるしさん、はい、罰ゲーム確定ということで。めっちゃ怖いやん。こないだ罰ゲームしたやん。もう楽しかった、みんな。いやでも楽しいの楽しいですね、やっぱり。楽しいやろ、やっぱりこういうのもいいかなって、うん、そうそう、めちゃめちゃ楽しいしね、やっぱこれは純粋に面白い。キャラはしない。そうね。この動画がもし良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。